では、CHO、どれか行こうねという状況だね。一応つながっているのが O だから O 行く。線が2本あるわな。どう動くんだろう。どう、ちょっと待ってね。同時じゃタイミングの話が出てくるやんけ。先に取ったから OK みたいなこと言ってくるんだ。ダメだよね。むずい。それはむずいよ。汚染計画だ。一人が HOOH。一人が H2。 本当？いや、それでもいいよ。できるなら。できるならそれでもいいけど。できるか？無理じゃない？俺の上にはくっつけるなと言ってんだから、お互い。HOでも下にはくっつけていいんだよね。これあれですか？先に行ってる線に対して、あ、ダメだ。この子がここを通る前だったらこの路線って通れるのかなと思ったら、そういう感じでもないのか。そういう時間差で通っていいよ通路とか別に一切ないのか。いじめてきたね。なんだっけ、なんだっけ、オーパスマグナムじゃなくて、もっと前の作品、一番最初の作品、あれなんて言うんだっけ。名前が出てこない、クソ。あ、スペースチェンか。スペースゲームみたいな。ルートで衝突するが考えられる。HOH、HOH か HOOH。自分の下にはくっつけられない。
そっか。この位置お互い取りたくないよって言っちゃってるな。この二人ってなんかくっつかないの？そこくっつかないんだ。そこくっつかないんだ。ここでなぜか上ルートは優先してしまう。これはわかんない。機械だな俺は何を改善したかはよくわからない。H と N 誰が何を取るかわからないんだな。NCHHOH でもいけるきゃいけるっちゃいける。なんかあるんだけど。
何が出来上がってんの今これ。NHO というものができてんの。NHO というものができた。これ縦に積まないといけないけど、そうだね。いや、こんなルートではない。いやー、これも結局か。これも結局、化学式なんでしょうね、クイズなんだよな。取る順番と相手が何を取ったかの状況に依存するから。全パターン試すのはマジで考えたくない。これ NHO。 毎回これ作ってんの。これがここを通るとさ、ここにゴールするやついないんだよ。わからんて。わからんて、これ。
こいつが取れるのはこれとこれではない、これかこれに行けでしょ。これがこれに行った場合、次に H で終わるか、これがこれに行った場合に HOC っていうルートはありえない、ある、 HOCOH じゃダメだ、 N が間に合わないから、 HO のルートは HOH で行くしかない。これがこれを取るなら HOH です。そしたら残りが NCHO、 NCOH の順番で取るといける。でも NCNHCO でもいいのか、NHCO でもよい。ただゴールできない。ここにこういう線が入る状態でこんなゴールどうやっていくの？ここの子が行かないんだとしたら、こういう経路をたどらさせざるを得ない？いや、なんかそういう論理的に道が1位に決まるタイプのパズルではない。まずこれを終わりにするんだったら何なのってなるよな。これが上に行ったら終わるんだからこうなるよってこと。NH から始まっちゃうね。 NH から始まった場合はあと2個で NHO で終わってもいいし、 NHCO で終わってもよい。こっからこいつが CO に行くルートは考えにくい。いや、あるけどね、あるけど、それをするには上の子が H2O を行かないといけなくて、 HOH を行って左側にゴールする方法はないでよ。さっきやったよ、それは。左行って右行って左行かないといけない。だからあのルートがもう間違いってこと？これは何を間違えたかっていうと、何を間違えた？こいつとこいつがくっついたのが間違いだった？じゃあここまでが確定なの？わざわざこんな風に道を、ま、分けている理由は何だ？ C を回って O を回っていくやつが誰か欲しいんでしょ？か N が、うん、ダメ。NHHOCO ダメだ。NCOH。他のルートないの ？NHCO というルートはあるのか。N が H を取ってしまって、そして CO に行くというルートあるのか。こんなルート。
やったらだって NHO 確定までいっちゃうんだよ。いや先にこの O を取ればいいんだけど。ゴールできなくね、こんなの。いや、経路問題じゃん。経路問題じゃんじゃんじゃん。これは経路問題じゃないのよ。経路問題じゃないの。何作りますか問題ね。どっちかっていうと。俺の考えてる NCO のこのルートが絶対合ってんのかの保証がねえんだよな。HCO 行って C が H を取るでもいいし、これもいいのよ。ゴールできるならね。できなそうでしょ、だってこれここにしか道がなくてこうなんだから。H がこんなルートを通るようなのはないから HCO がないと言い切れるんですかですよ。これ以外のルートで HCOH 行くならいいんじゃないですか。で上行くと H と繋がっちゃうから H は上に行けない。ここのルートを横断するようなやつは作ってはいけない。 H の下に C をつけないとあそこに行けない。ここまでの過程で多分もう間違えててまだ考えてない、なんか結合方法が正解だと思う。本当かな。HH はない。HO だったら HOH。HC だったら HCOH。どれかが正解じゃないといけない。 HH だったらなんだっけ、ダメなんだっけ。 HH って相方のこれがいけるかどうかでしょ。 NCOOH ならいけんのか。え、道あるじゃん。じゃあ NCOOH の可能性あるのか。NHC だとダメで NO だと NOCOH もあるから N が O に行くのもあり。NO のあと C に行かないとダメだから。NOC、うん、どっちにせよか。全然むずい。NCH? これ NCH って発言多分一回もしないよね。またか。いやだからこれがこうこう、あ、だからこれを C 以外で取るよねっていう発想を俺はしてないのよ。このゲーム嫌いだ。このゲーム嫌いだな。そこが話にならないんだよ俺。前提になる取る順番が間違ってんだもん。解けるわけね。いやー悲しいね。適性がないっていう言い方が正しいのかな。なんかこのゲームを解く適性がないな。この
化学式の順番を考えることができてないんだもん。H、O、O、どうやって H 取る？ここでくっつくのか。これさ、この2つだよって分かった上でも今の面白いじゃん。いやきついな。まあヒントあってよかった。このヒントなかったら答え見に行ってたかも俺。ちょっと脳内だけでこれをイメージするのが僕にはできなくて、いやでも想像力が足りないのかな。俺を行くのに C しかありえんよって思い込んだのがもう完全に囚われたって感じなのか。囚われたは間違いない、囚われてるのは間違いないんだけど、絶対にこの組み合わせしかありえんっていう状態までいかないと道を決めらんない性格なのかな私。どっちも N だから NOH を2つ作れなのか。 H と O を取る順番はどっちでもいいんだよね。どっちでもよくないのか。いや、いいんじゃない。この H を先に取って、こいつがこっちの O を取る時間をちょっと遅らせれば。違うな。なんか、つける場所の話もされてるな。お互い飛び出してはいけない向きがある。んと、ちょ待て、まだそこに行く前に NHO だけで確定でいいの？H が直接くっついたとしたらあと2本の腕が残っていて O で終わるか、 H 行くならはありえんか。 N と H がつながったら NHO しかない。本当？ N と O がくっついたら腕あと1本残ってるから H 行くか OH 行くかは選択肢あるけど、 OH 行った場合こいつの映画ができないから作るのは、じゃあ分かった、分かった。N に H と O をつけるをお互いやるだけでいいは分かった。確定でいい、それは。で、最後、しかも、お互い右側にはくっつけずに、しかも下にくっつけないやつと上にくっつけないやつっていうのを作んないといけない。これは下に行かないといけなくて、この2つの線が混ざるのはありえないのでは。どっかで何かが起きた。いや、まじまじ。作るものが分かればいけるって、俺は。化学式が分かんないんです。バリウム外油は、料理評論家からは良い評価を受けられない。バリウム外油って何？あれですか。人間ドックでのバリウムのことをバリウム外油って言うか？言うか？
なんかこれ別に普通にバリウム液とかでもよく良いんじゃないの。バリウムガユって言うの、初めて聞いた。スタートのキャラが違う CHNO 出たな。 H に対して H をくっつけた場合残りは NCOH がまずいける。 NH だと NH の CO もいける。2つ以上いける時点でもう嫌なんだけど。H2 でやってもこいつはまだ生きてるから選択肢としてある。H じゃない HO だったら HOH だった時に NCH だからこれもいけてしまう。あ、ダメだ、もう選択肢は3つ以上ある。 HC だった場合は3本腕があるから HCOH だとダメ。 HC はありえん。H2 か H2 ね、これってどうつながるんだっけ。そうなんのか、通れない。ダメだ、でも下にくっつけちゃってるからダメなんだ。H2 合ってる。H2 を作るのが問題というか、考え方自体は合っていた。で、ただ、ゴールする場所を H2 を上でゴールさせる方法が見つからなかったっていう感じ。割と途中まで普通に合ってたのに。うん、やっぱこのルートなんだよな。このルートさっきやってたのと同じなんだよ。同じなんだよ。同じなんだよ、やってること。
ああ、化学式が複数あるときはちょっと答えを見るの、ありかな、私は。なぜだろうか。というと、それがない場合に、このゲーム総当たりなんじゃねみたいな疑惑が出てきちゃうからなんだよな。化学式が4通りありました。しかも上下左右どっちに決めるかも何通りもありますよ。ゴールの位置も好きに決めてください。通る経路も好きに決めてくださいよ。迷路じゃん。そんなの。そんなの迷路やん。外れの道を選んだらゴールできない。迷路だ。つまるところ、私がこのゲームにいまいちあまり切れていないところはそこなのだと思う。頭の中で考えることができる、逆算できるみたいな要素が総当たりになってしまうと私の脳ではきつい。だから私は苦手っていう意味だね。あくまで全部私がっていうのがつくけど。うん、そんな感じかな。この化学式の場合に絶対にどの経路でも不可能であるということを頭の中だけでどうやって証明するかが多分できないよ、このゲーム。まあそこかな。この時その一点に尽きるって感じじゃない？頭の中でトレースできない要素が複数ある時点で割と諦めてる。割と諦めてヒント見ちゃうっていう感じかな。はい。